でいろいろなスムージー、うん、出来上がりですよ、出来上がりよ。 Looks good. I haven't been explained. Hey! おはようございます。 Good morning, everybody. Good morning. Yeah, how are you?How are you? How are you? Everybody, how are you? Okay? なんかわけわからんけどね。はい。今日もね、北野。うん、そうです。に北野。北野に来ました。ありがとうございます。今日は北野で、スムージー。スムージー、あの、あれ？スムージー。健康的なドリンク。健康的なスムージーのお店を。めっちゃ嬉しい。はい、紹介したいと思います。日本ではあんまり、まあ、最近生まれるようになってきた。ああ、なるほど。ああ、ね、嬉しいね。あまりないんじゃ、うん、そういう店。あんまりなくて、その神戸で唯一、アートスムージー。アートスムージー。あの、何あの、何本当になんか絵描いてような。描いたりとかするような、どういう、実際どういうものか見て、そう、ね、内容をいっぱいよう考えてくれてるわけですね。はい、そうなんです。なんていうとこ行くんですか、今日。そうなんですよ。グリーン北野さんを紹介したいと思います。ということで、いろいろなスムージーがあるから、そうですね、よりどりグリーン、よりどり緑、あ、ね、そういうことですね、グリーンですね、はい、もう うわ楽しみやな、たくさんのスムージーが待ってます、うわ行こうよ、行ってみましょう、行こう、レッツゴー、ここですね、はい、近かったですけど早かったですね、ほんまや、スムージーのオーガニックも、もうごっつい結構そうやね。うん。ベーグルもすげえね。あ、あのグリーン切ったの。ね、テイクアウェイということもっと帰れるしね、多分。そうです、そうです。の飲みながらだから、この辺のブラブラもできるな。うん。すげえね、歩きもね、健康だし、スムージーも健康だし、まるで健康ですね。うん。すごい健康。嬉しい、早く飲みたいね。早く行きましょう。行きましょう。買ってますね。うわすごい、なんかいきなりすげえすげえ、何よこれ、なんかいろいろハーブとか天井で栽培してるんですかね。あ、そうかもね、なんかでもすげえ感じですね、おしゃれ、かわいい、なんか匂いもなんかすごい、なんかいろいろ香り、健康する香りですね、いろいろ、うん、赤とかね見てすごいね、もうこれそのままちぎって食べれそうですでもまずスムージー食べましょう、飯飲みましょう、そうですねスムージー飲みましょう、はい、飲みましょう、はい、いやすごいすごい、着きました、はい、もう着きましたね、グリーン北野ですね、グリーン北野です、グリーン北野に北野来ました、北野北野来ました、来ました北野に北野、はい、今日もういいかは、笹島さんはい、これ店長ですか、はい、おどうもこんにちは、こんにちは、よろしくお願いします、よろしくお願いします、スムージーって僕ね、もうあのアメリカ人も当たり前になってますけど、はいはい、日本またなんかすごい珍しい気がします、ね、そうですね、まだ浸透はそこまで、ですね、最近ちょっと広がり始めたかなっていうぐらい、ああでもいいですね、そうです、そしたらいいタイミングじゃないですか、です、ね、逆にね、はい、どのぐらいやってますか、いやまだ去年の7月にオープンしたので、まだ1年も経ってないということ、8ヶ月ぐらいです、ね、うわすげえ、もうこれからですね、はい、あ、だから雰囲気もめっちゃいいし、でもね、本当にアメリカのスムージー屋さんとこことなんか雰囲気違うんでしょう、あのいい意味で、あ、これすごいオーガニックみたいな、もうほんまに入ってきた瞬間に健康的ですよ、アメリカは最近ね、もうなんかフランチャイズいっぱい作ってるから、もうマクドみたいなものになってるんですよ、はいはいはい、もうね、飲み飲み飲みだけど、それでも一応あの体にいいという、ね、イメージあるから、ここでも入ってきたらもうまだ飲んでないのに、もう体が元気になりましたね、帰ろうか、いやいやいや、わからないですよねでも本当に、いやなんかこれからですね、もうぜひ今日いろいろ勉強しながらね、おいしいものを飲んでみたいと思います、はい、そういうきっかけは何でしょう、あのスムージーはどこから知るようになったんですか、いや僕の、あの妻が結構あの海外とか行く人なので、ああ例えばどこいらっしゃったんですか、ニュージーランドとか、はいはい、ハワイとかも行ってましたし、はい、アメリカとかも行ってましたね、だからそしたら一番最初スムージーどこで食べましたか、飲んだんですか、それニュージーランドですか、ハワイですか、
覚えてない？ハワイじゃないですかね。ああ、そしたらそういうね、果物系のね、パイナップルからマンゴーとかいっぱいな、いっぱい、もう絶対美味しかったと思うんですけどね。それをもうきっかけにして、これ日本ないなと思って、もうやろうとしてね。その海外ではそのオーガニックの食材を使ったっていうのがすごく浸透してるのに、日本ではまだまだ全然浸透してない。なるほど、はい。もっとそういうのを広めていければなと思って。いや、本当にいいと思う。いいと思う。え、そしたらこの辺にも他のスムージー屋さんもないんじゃないぐらいですね。そうですね、あまりないかもしれないです。だってここ三宮駅からこれはもう歩いてずっと上がってきてるので一個もないんですよ。うん、そうですね、カフェは多いですね。カフェはあるんですよ。だからコーヒーは何もでもあるかもしれないけど、うん、スムージーはどこにも書いてないし、ね、なんかすごいこれ、うん、なんかほんまになんか宝物みたいな。ここね、そうです。しかもただのスムージーじゃないっていうのが あるんだ。スペシャルな、スペシャルあるんだ。スペシャルなスムージーがあるので、はい、それをちょっと頼んでみましょう。でもなんかグリーン来たので、なんでグリーンですか？エコとかそういう言葉の意味も、はいはい、まあ、そうしたらもう環境するもんだね。もうエコフレンドリーですね。そうです、 すごい。で、まあ、たくさんあるからよりどりグリーンですね。笑うとこです。はい、よりどり緑です。ありがとうございます。笑うとこでしょ。 Did you understand everybody? I just said a Japanese joke, but it's okay. Anyway, let me explain for a little bit. This shop here is called Green Kitano. The green is for ecology and things like that. He has been to New Zealand and America, Hawaii, many places, and he learned about a smoothie. He had his first smoothie in one of those places. And he thought it was so great that he wanted to try it here in Japan. And here in Japan, you may have heard of the word smoothie before, but you really don't understand what it is. And so he wanted to do things with lots of organic things. If you can see, even in the ceiling, everything is organic. And so we're going to try something that he's going to put together, very organic, very good, and very good for you. Green Kitano. Remember the name? We're in Kobe near the Sanomiya train station. ということですね。はい。さあ、どうしましょう。あのね、なんかいろいろあるんですけどね、こういう何よく聞いてよ、ゴーグリーン、ゴーグリーン、ベリーズクイーン、ベリーズクイーン、そう、発音いいですね。いいですね。なんかいいですよね。サニーメンゴ、サニーメンゴ、レモンスプラッシュ、レモンスプラッシュ、スプラッシュはね、あの石を水の中でボーンと飛び上げるのはスプラッシュなんです。多分味いっぱい、あのもう多分ベロがすごい喜ぶんですね。未来が喜ぶんですね。未来が、はい。パイナップルサンセット、いいね。パイナップルサンセット、そうです、めっちゃサンセット。あ、これはね、良さそうで。オリーブ&オリーブオイル。うん、オリーブオイルなんですよ。オリーブのスムージーってあんまり聞いたことない。あの、でもオリーブオイルはやっぱり体にすごいいいんで、はい、あのですね、あの、でもこれやっぱり火でなんか焼くとあんまりね、あそうですね、温めちゃうと栄養の部分がダメになっちゃう、はい、だからこれそしたらすごくいいんじゃない、こういうね、いいですね。あとストロベリーミルク、うん、ストロベリーミルク、ね、ごめん発音ちょっとよくでこれも美味しそう。ブルーベリーチーズケーキ、あ、これは美味しいでしょう。なんか食べたくなるんですよ、はい、食べたくなりますよね。でもね、なんかすごい健康そうだね。ゴーグリーン、うん、とあと一番人気はどれですか？一番人気はみんな大好きなベリーズ、ね、ベリーズ、あ、はい、そしたらこれ一個ずつ、そうですね、ゴーグリーンとベリーズクイーン、発音いいですね、はい、なんかこれも飲んだら英語も上手くなりそうですね。すいません、そしたらゴーグリーンとベリーズクイーン、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。うわ、なんかでもいいですね、こういうパイナップルサンセットのね、なんかあの耳障りもいいですね。なんかイメージがどういうのが出てくるかっていうイメージできないっていうのをワクワクしますよね。これ一年中あの季節によって変わるんですか？そうですね、メニューもちょっとずつ変えてますね。なんか最近まで冬の時チョコレートありました、あった、ありました、ありました、もう大丈夫です。何やそれ、もう終わっちゃってる、終わっちゃったね、はい、それはもう春ですね、はい、恋をしてみませんか、はい、でも本当にスムージーで興味ない恋にしてもらいたいですね。いやでもベリーズクイーンはね、これブルーベリー、ラズベリー、ラズベリーわかる？大丈夫？ラズベリー、はい、わかります。わかる、ね、ストロベリーもちろんわかる。あと、あ、バナナも入ってるから、あの、あとデイツも入ってるでしょ。もうこれだけでもね、食べられる。ね、でもこれを多分絵描きにくいと思うこれだけだったら、でもすごいね、すごい、あの細かい作業ですね。すごいな。面白い。これはおしゃれやな。これだけでもおしゃれや。
え、イチゴも1年中取れるんですか？主要の国産のものを入れなければ、はい、これは、はい、この国産が一番いい。そうですね、あの有名だもんね、美味しいしね、あのだからやっぱり、あの本当に季節変わればなんか食ったらいいね。そうですね、全部毎回毎回違う経験で、だから日本は四季があるじゃないですか、春夏秋冬、はい、この香水もうシーズンで少なくとも毎年4回飲みに来れるっていうのがピークですよね。で、まあ、それも面白いと思う。で、おすすめは、ね、今、春といえば何がおすすめですか？まあ、一応、一応やっぱり、ああ、いいですね。まあ、ちょうどいいですね。そうですね。いや、いいね。面白い。すごい手もかけてるんですね。でも、すごいやっぱり、もう職員ですね。職人ですよ。本当にそうですよね。僕も思います。すごい、いや見てすごい、なんか細かく細かくね、うわ素晴らしい、すごいね、もうこれ色もすげえ、結構そう。基本的にはカップの外側に貼るのは、はい、あのこのスムージーに入ってないものが映える、あのあーれーベリーにベリー貼り付けても、あ、はい、見えない。そうですね、確かにそうですね、だからうわー素晴らしい、なんかすげえいいの撮れた。出来上がりですよ。うん、出来上がってます。It looks good. I haven't been explaining English very much, so let me talk a little bit of English. They just finished these art smoothies for us. And they learned most of this in New Zealand and Australia and America and things like that. But this art, they basically, looking at it when they first started, it would just kind of look like, it was kind of like a cross section of a road or something and a stoplight or something. And all of a sudden it turned into this beautiful art. But watching the they call him a master here, the guy who's in charge, taking a little needle type of stick and just picking at it to make this beautiful art. And so you sit there and watch this art being created right in front of you. It's kind of like, you know, drawing a oil painting or something like that. But it's also up, and it's almost like you don't want to eat it. It looks so good. But the color has kale in it. The green one has kale and other things really good for you. And you can see the strawberries on the inside. They've stuck it onto the inside of the thing, so you can actually eat the strawberries as well. So even things that are in it, they're kind of mixed in it, but you can't really see what's in it. Here, you got some things on the side of the cup as well to see, you know, add a little bit of flavor to it, a lot of, you know, a little more to the art. So it really looks good. I've never seen anything like, I'm sure there's something out there somewhere, but here in Japan, I haven't seen anything like this. So this Kitano area, they have a lot of interesting, unique little shops, and this is another one. So we're trying to get the smoothies to become very popular here in Japan as well. I think this is a good place to start.ですね、なんかすごいあのもう本当にアートそのままもうしゃべりながら、本当にさっきねなんか交差点みたいになってたんでしょ、最初こっちですか、まっすぐまっすぐまっすぐの線しか引いてない、あこれ左間がある右間があるとかね、信号時にあるみたいなこと言ったらいつの間にかこれになっちゃうんですよ。すごいですよね、めっちゃ綺麗ですよね、本当に絵みたいなアートですよね。そう、そうでなんかあのこれ針がついてる、もうこういうストローになんか針がついてるような感じで、うん、はい、これをチュク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 やっていくんですよ。それでアートにしていくわけです ね。だからそう、もうすごいですよ。でも目の前に本当に喋りながらいつの間にか出来上がるんですけど、はい、でもさっき聞きましたけど、あの毎回毎回若干に違うから、う自分作ってると側もすげえ楽しいって言ってましたね。ああなるほど、そうですね、いや僕も楽しいと思うね。油絵だって僕逆にそういう忍耐ないわ、もうそれ、はい、ちょっとだけ描いてちょっとだけ描いて、もう1ヶ月後にやっと出来上がったみたいで、これもね3分後に出来上がるからもう最高ですよ。いや本当ですよ、もう早く飲みたいところなんですけど、す、ね、これが崩れるのももったいないな、もったいないね、下から飲みましょうか、下から飲みできるわけないやろ。あ、じゃあ飲んでみます。飲んでみましょう、はい、そっちがいいですか。僕はじゃあゴーグリーン。ゴーグリーン。で僕これベリークイーンでした。ベリークイーンで。Many many different berries are in this.、うん、and so this is called the berry queen and this is the go green. So it's kale and everything and lots of green stuff inside.、Yeah. This is a lot of berries inside. So we're gonna try it without killing the. どこから飲もうかな。ああちょっと崩れた。うん。めちゃくちゃうまい。美味しい。Very good.So it's, ah, lots of berries. It tastes,、mm. of course, it tastes like berries, but it tastes very healthy. But something that's healthy for you that tastes really good is really good. 本当にあのゴーグリーンも見た目はちょっと苦いのかな
って思うんですけど、全然苦くなく、ああいいですね、爽やかな酸味とバナナのちょっと甘み、結構ね、はい、体にいいと思うものは飲むとなんか苦いとか酸っぱいとか、ね、あんまり美味しくないイメージがあるんですけど、これすごい体にいいんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。どれでも男性の人にも飲んでもらいたい。そうですね、いや女性だけじゃなくて、そう、女性はね、うん、なんかこういうベリーがすごい人気あるけど、僕ベリーが大好きなんですよ。ベリーついてる果物全部食べるんですよ、はい、ですから自分でスムージーも作るのこれですけど、もう本当に男性もこれも飲んでもらいたいですね。でケールもね、本当に体にもいいし、そうですよね、バナナも結構メニュー見たら結構バナナも入ってますから、真夏の中でも冷たくて、あとそういう栄養も入ってるからバテないと思うし、春でもこれやっぱり一年中でも多分ね楽しめると思うんですよ。そうですよね、この時期だったらね、花粉症にも効きそうな、ああですね、あと多分肌にもすごいいいと思うんですね。ですからこれぜひまあアメリカみたいに当たり前みたいに、日本も当たり前というようななればいいなと思うんですよ。ぜひ流行らしたいと思いますね、はい、I think it'll become very popular in Japan. So when you come to the Kobe area, the Sannomiya near here, this is the Kitano area. It's the up above the Sannomiya train station. And this is called Green Kitano. It's called Green Kitano is the name of the shop. And so look it up. Our video will be on YouTube and other places. You can look it up and find the menu.But it changes with the seasons. A lot of things change. So anytime you come, during the whatever season you come, there will be a different type of menu. Some of them will probably be the same. Then it will be things are totally different. So you could come at least four times a year and drink something totally different. すごい健康的だし、美味しいし、なんか本当に流行らそう。ね、本当に流行、でも流行ってると思うんですけど。うわ、美味しい。うまいですねのでしょスムージーになる、スムージーに飲んでますはあ、なんかすごい今回すごい健康的な話聞けてね。そうですね、でまだねスムージーそれ日本で流行ってないから、このきっかけで流行らそうや、ほんまに流行るようにしましょう、はい、しかもただのスムージーじゃなくて、このアートっていうのも、はい、押し出してる、そのアートを売りにしてるようなスムージーのお店。いやこの街やっぱ来たのすごい面白いね、作業が細かいがいいんですね。なんか今までいろいろとこ行きましたけどね、はい、みんななんかユニークなとこありますね。で今回もスムージーで聞いたら、僕もアメリカ人で当たり前なんですよ、もうこれこれ入れてビューって飲むだけだから、いやここ違うね、これやっぱりこういうアートもまたいいでしょう、味もいいし、ね、目もすでにねごちそうになってる、目のごちそうになってるんですよ、はい、もう目超えましたね。そうですね、確かにいい意味で目超えましたね、こいつもうレベル高いものしか直接ね味わってほしいですよね。そうそうそう、ぜひまた please come、look up on the menu, look at our video and you will find out how to get to the Green Kitano. That's the name of the shop and they have art smoothies. Take care, have a nice day. Bye.